四季道は愛媛県松山市にある松山出身の廃星、正岡四季にちなむ観光施設である。入館料50円。正岡四季の文学仲間で、正岡家の母大寺である正宗寺の住職であった二日江前寺が四季の業績を記念し、四季が17歳まで過ごした住居を境内に復元した文学資料館。内部には四季や信仰の深かった。 夏目漱石らに関係する原稿などの文学資料や写真、各種文献など貴重な資料が展示されている。四季が庭園を眺めつつ、弁学に打ち込んだとされる当時の机もある。四季堂の正面には四季の旅立ちの銅像がある。この他、四季堂前の広場の一角には夏目漱石の胸像、当時運行されていた坊っちゃん列車の客車、 ハイクポスト、式とベースボールの石踏みなどもある。また南に隣接する、墓地入り口近くには、式の威発等もある。なお、式季道からはやや離れるが、松山市内の道後温泉近くの道後公園内には、松山市が設置した松山市立式記念博物館も、ある。に乗り、終点の道後温泉駅下車、徒歩5分1948年に、 愛媛県指定史跡となった。ありがとうございます。